相当やばいところ、強行強行スケジュールで強行撮影大丈夫じゃん、撮影をします、うん、お、すごいこれ、つむぎさん天命が出てのれんはもう閉めちゃったじゃん。あ、のれんがほらあるんですね。つむぎってここに看板が、なんか昼いつも混んでますよね。そうっすね、場所がいいからね。場所は最高っすよね。始めましょう。こんにちは。はい、どうも。はい、こちらで。どうも、すいません。もう閉めちゃった。まあ今日はね、今日はもうちょっとやばいですね。フルって言うと、結局昼もそんな風ですから一瞬来たんですけどね。うん、まあでもこれからでしょ。これからですね。すごいおしゃれな店内、照明とかもかっこいいですよね。はい、というわけでつむぎさんにやってもらいました。お酒のメニューは日本酒が結構推しみたいな、うどん飲み屋さん、うどん居酒屋さん、うん、雰囲気あってね、こういったメニューもたくさん。うどん屋さんとは言いたくないんだって。あ、そうなんですね。本当は飲み屋さん、居酒屋さんの方で。お昼はね、すごいですよね。風が吹くともう一杯飲んで。あ、風が吹くください。はい、2杯でいい。はい、お願いします。お宅屋さん前にいらっしゃったことあるんですか？いや、ここは何回か。あ、そうなんですね、いいですよね、すごい。ただやっぱりほら昼はね混むからね。まあでも昼も食べに来たことあるよ、観光客に混ざって。2階なんかもほら、あの蔵の会の飲み会とかさ、そういうので使ったことある。そっかそっかそっか。本当に週末のお昼だけしか使ってないです。あんだけ団体、あんだけ来てもなかなかいっぱいになんない。2階週末だけです。ああ、それ以外は使う、ほとんど使ってる。だたま2回もあるんですね。2回ある。口開けて、はい、あ、口開けて、素晴らしい、ありがとうございます。福島のお酒が大好きで。あ、そうなんですね。はい、福島から入れてもらっています。あ、地元とか、うん、あの、まあ本当地元こっちなんですけど、はい、生まれたのだけで言うと福島って。あ、そうなんですか。ちょっとなんかそれをどさくさに言ってもらって。結構あのそれ使ってます。あ、本当ですか。本当に地元なんですね。出生だけですね、福島。もう出生だけ前橋なんで。あ、前橋。そうですか。一応前橋をちょっと知ってちょっとラベル、ラベル。あ、ラベル、そうだ。いいですね、どうぞ。風が吹く。風が吹く。福島なんだ。風立ちぬじゃない。じゃあ、はい、あ、ちょっと待って、これ、これ。あ、いただきます、すいません。よろしいかな。はい、よろしいです。え、じゃあ、すみません。はい、はい、乾杯。はい、乾杯。めっちゃうまい、これ。ああ。めっちゃうまい。やられた。いや、これね、やっぱね、ヤマハイいいっすね、ヤマハイ。やられたよ、うん、俺、夏嫌いなんだよ。あ、俺食べる食べる、うん、うん、うん、何嫌いなんですか。夏、夏俺、夏超好きだから食べます、ね、夏の季節じゃないですか。夏最高っすよ、いただきます。あ、その場じゃなかった、これ食べます。失礼しました。ダメ、夏とピーマン嫌いだってインプットしといて。夏、ピーマン、夏つらいですね。夏つらい。いや、別に辛くねえよ、うん、別に辛くねえよ。トマトしか食べない。トマトしか食べない。トマトとキュウリがあれば十分だよ。確かに、まあね。あとゴーヤは好きだから、ゴーヤ、ゴーヤなんかね、うちでゴーヤ育てるとね、あのチャンプルとか最近作ってくれなくてね、ゴーヤジュースばっかり飲まさせられる。ゴーヤジュース、あのバナナと牛乳と混ぜて、うん、でも苦いんですよね。まあそれなりにだけど。カウンターの長さと
この上がり来ると椅子のバランスが最高。あ、そうですか。最高ですね。そうですか。大好きなんです。まあ、大体目剣で、うん、なんとなくは分かるけど。ね、そう武田プロだもんね。そうそうそう。まあ、20くらい上がってるといいですね。うんうんうん。あのね、うまくね、作業しながら手元が隠れるの。あっていうのバランスがあるんですよね。あ、まあでも座高にもよるけどな。そうですね、僕座高超高いんで、めっちゃ足短いんで、ね、日本酒のお刺身、刺身、刺身ってあるんですか。刺身よりあるんです。あ、じゃあちょっとうどん屋なのにちょっとだけでいいんですけど、いただけますか。あ、いいですか。すいません、お願いします。はい、うちの嫁が来るといぶりがっこかかりちゃう。いぶりがっこね、好きな人はね、これ頼む。俺もわがままだしさ、嫁は食わず嫌いじゃねえや、好き嫌い多いからわがままじゃん。だから大体ここら辺の界隈で食べると、うん、大体うちの嫁スペシャルが出てきちゃうする。お通しはだからこの間鈴の屋もそうだったじゃん。確かに、うん、なんで違うんだろうなと思って。すごいっすね、うん。僕ね、あのね、農業なんですけど、そういうの全然覚えなくてね、大変申し訳ないなと思ってね。苦手でしたっけ、分かんなかったみたいな。大丈夫です、毎回言うから、そのうち覚える。通ってればね。さすがにさ、大野くんとこはなかなか遠いから通えないけど。遠いっすよ。だって、顔見知りすぎる。だから、昔みたいに60万とか。俺ストローだと思って今吸っちゃったよ、マドラあるあるある、あれですよ、大丈夫ですよ、あのタピオカだったら詰まっちゃうよ、タピオカ。あいいね、味噌を焦がしてる。そうですね、いいっすね、香りがね、香りがすごい、あれし素晴らしい香りがいいです。接点あんの。いえ、ここは今日初対面です。初対面なの、あ、でも初めまして。蕎麦屋だからこれ、ね、蕎麦屋なんです、僕。すいません、本当ですか。後からなっちゃった。ライバルなんです。いやいや、とんでもない。僕、蕎麦大好きなんですよ。それ多いです、それ多いです。どちらに呼ばれてるんですか。マインの裏っ側ぐらいでやってるんですけど、川越東口から。バッカスさんとか、はい、ドライシュクルカフェさんとか、はい、あの、またやってた。イタリアン、イタリアン、はい、イタリアン、マッサ、あ、マッサ、あたさげできたところ、角の、はいはい、あの上です。あ、はい、そうなんですよ、豆つげって言います。まあ、そのビルのオーナーだよ。いや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 、バー地下がバーケセラで、ケセラさんとかね。あっちまであっちまでまで攻め込まれて、いや、あっちは遠いですからね。で、まあ、うちが本当にあの川越の最、なんかあの飲み屋さんができる最南端って言われてくらい、うちより見た目本当一軒もないんで。そこですか、写真盛り。ちょっと撮りましょう、うん、お刺身盛り。これサービスだ、サービスだ。ちょっとどう見てもサービスじゃないでしょ、ね、どう見ても違う、ね、すごいこれ、いやすごいな、まあ、いただきます。大好き。この間ね、嫁がね、レモン うどんなんつったっけ、あれを作ったよ。あ、家で、家です。どうも、まあ、飲みますよ。甘かった、甘かった。白だしとレモンと、クックパッドかなんかに持ってたらしくて、すだちバージョンだったのをレモンにして。もともと蕎麦屋さんで、すだち蕎麦ってね、はい、やりますよね。まあ、まさにそこからですよね。うどんってなんかできないかなと思って、いろいろ試してたら、このいい子がちょっと効いただしと、このレモンが、今でいうと、パッと合うんですよね。はいはい。お店アピール何ですか。一番基本だからうどん屋っていうより居酒屋を、はい、そうですね、あの昼のうどん屋は仮の姿とよく言っております。ぜひ夜地酒を飲みながらうどんを食べにいらしてください。ありがとうございます。ぜひ上島で活用してもらえるか、ね、そうですね、夜がいっぱいになることを夢見て。お休みはしたんですか。月曜日の夜と火曜日定休日になってます、はい、よろしくお願いします。何時までだっけ。8時半ラストオーダー、9時まででございます、はい。土日はもうちょっとやってる時もあります。ゆるくやっております。ゆるく、はい、はい、よろしくお願いします。貸し切りも2階もね。あ、そうですね、関係ね、50名様まで、はい、1棟貸し切り。
50名様もできます。50? はい、じゃあありがとうございます。はい、ありがとうございます。